ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編。ボンジュアサッカーキングチャンネルのミシです。今回は1819シーズンのウェファチャンピオンズリーグ主要クラブからベンフィカを紹介します。まずはクラブの概要です。ベンフィカのホームタウンはポルトガルのリスボンです。国内最大の都市であり、欧州で最も西に位置する世界都市でもあります。クラブは1904年に創設されました。ホームスタジアムは2003年に完成したエスタディオ・ダ・ルスです。約6万5000人を収容できるすごい大きなスタジアムでして、1314シーズンのチャンピオンズリーグ決勝の舞台にもなりました。まあ、こちらのスタジアム、僕も一度実際に行ったことがありまして、本当に大きいなっていう印象があります。まあ、ベンフィカの象徴的なのがこのエンブレムにも入っているんですけど、ワシのマークが入っています。このスタジアムはクラブが所有しているということもありまして、まあ、この象徴であるワシの像がクラブの外観に飾られています。ベンフィカは数多くの名選手を輩出していますが、一人紹介したいのがエウゼビオです。ベンフィカには1960年から75年まで在籍し、65年にはバロンドールを受賞、さらに66年にはポルトガル代表としてイングランドワールドカップに出場し得点王に輝いています。これまでの通算の記録なんですけども、727試合に出場して715得点を記録しています。まあ、これ本当驚異的な数字です。そして近年で言いますと、ヌーノ・ゴメス、ルイ・コスタ、アイマールなど、まあ、たくさんのアイドルを輩出していますし、そしてベンフィカ OB であり現在世界トップのクラブで活躍する選手もたくさんいます。まあ、本当にごく一部ですけども、ダビド・ルイス、ディマリア、そしてマティッチなどもクラブ OB です。ベンフィカはチャンピオンズリーグの前身であるチャンピオンズカップを2度優勝した経験があります。1962年の大会では、先ほど紹介したエウゼビオが決勝で2得点を決めました。次に1819シーズンのスカットを紹介します。基本フォーメーションは 4-3-3 となっています。ベンフィカはリーグ4連覇中だったんですけども、まあ、昨シーズンはポルトが優勝したため2位となりました。しかしながら25勝6分け3敗の勝ち点81と、まあ、決してベンフィカが悪かったといったシーズンではありませんでした。そのベンフィカは今世代交代の真っ最中でして、トップチームには現在34人登録されているんですけども、なんと30代の選手は4人しかいません。ベンフィカのキープレイヤーはサルビオです。一部報道によりますと、まあ、昨シーズン限りでベンフィカを離れるんじゃないかといったニュースもあって、ベンフィカその代わりとして、まあ、中島選手のね獲得というニュースも上がったんですが、今シーズンもベンフィカでプレーすることになりました。昨シーズンは26試合に出場して9得点を決めています。主戦場は右サイドでして、切れ味鋭いドリブルが武器のアタッカーです。アルゼンチン代表歴もあります。昨シーズンベンフィカ2位だったため、今シーズンはチャンピオンズリーグのプレーオフからの出場となりました。パオクと対戦したんですけども、まあ、PK ながらサルビオが2得点を決めています。先ほどもお伝えした通り、ベンフィカはかなり若手主体となってきています。まあ、30代が4人という話もしましたが、まあ、その1人がフォワードのジョナスです。昨シーズンは30試合に出場して34得点という、もう驚異的なペースで得点を積み重ねまして、得点王に輝きました。しかしながら今シーズンはまあ怪我で出遅れた影響もありまして、まあ、センターフォワードのファーストチョイスはセフェロビッチとなっています。まあ、今シーズン序盤は出遅れてしまいましたが、まあ、出番が与えられたら絶対に仕事をしてくれるストライカーの選手です。ベンフィカの命運を握る選手の1人です。まとめ、若手主体にシフト、右サイドを切り裂くサルビオ、ジョナスチャンピオンズリーグでも得点量産なるか、以上をもとにミシュランガイドの評価を発表します。ベンフィカは星3つです。ベンフィカと言いますと、ヨーロッパの舞台でもコンスタントに結果を残しているクラブではあるんですけども、まあ、優勝候補というまではいかないかなという印象もあります。ベンフィカはグループ E に入りまして、バイエルン、アヤックス、アエクアテネと同組となりました。まあ、この中で言いますと、やはりポット1に入ったバイエルンがまあ頭一つ抜けているかなという印象を受けます。まあ、ベンフィカにとってはアヤックス、アエクアテネがライバルになる、そういった構図かと思います。1819シーズンからウェファチャンピオンズリーグの試合はダゾンで独占中継、ライブ中継のほか、ハイライトや見逃し配信もあります。ぜひダゾンで世界最高峰の戦いを追いかけましょう。ミシュランガイドウェファチャンピオンズリーグ編、今回はベンフィカを紹介しましたが、皆様いかがだったでしょうか。今回のベンフィカ以外にもチャンピオンズリーグの主要クラブを格付けしています。概要欄に再生リストがあるので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録、この動画の高評価、コメントもお待ちしております。これであなたもベンフィカ通。以上、サッカーキングチャンネルのミシでした。チャオ。そんなにすごいのか、チャンピオンズリーグは。まさに世界最高峰。じゃない。どんな。チャンピオンズリーグもダゾン。しかもお値段そのまま。つまりワンパッケージ。美味しい商売の邪魔をするな。美味しい。あ、いや、恥を知れ。チャーン。ピョーン。ズリー。ついにチャンピオンズリーグも時代を変えろ。ダゾン。